本日は物価や暮らしに関してお話をお伺いしたく、5名の方にお集まりいただいております。まず岸田総理大臣からご挨拶をお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、それじゃあ皆さん、改めてこんにちは。内閣総理大臣の岸田文雄です。今日は大変お忙しい中、こうして、時間を取っていただきましてありがとうございます。ここ数年、この世界的なエネルギー危機とか食料危機も背景にあって、世界中の多くの国々がこの物価高騰、物の値段が上がっている、そういった状況に苦慮していて、もう多くの国々、政府がその対策に追われている、こういった状況にあります。日本においても、物価がこの高くなっている国民の皆さんの生活をこの苦しめている、こうした状況が続いています。その中にあって、今日はこの日本の現状ですとか、さらには対応について、事業者の皆さんの目線ですとか、あるいは生活者としての目線、さらにはこうした消費に関わっている関係者の皆さんの目線で、どんなふうに感じておられるか、これをお聞かせいただこう、こういったことで、こういった車座の対話を お願いした次第です。私も今この売り場見させていただきました。私もですね、総理大臣になる場合は議員会館で息子と過ごしていたもんですから、当時は男女帯で、鍋物を作るってんで、お肉とか野菜は近くのスーパーによく買いに行ったことがあったんで、そのあたりがやっぱり一番比較しやすいかなと思って、野菜とかお肉中心に見させていただきましたが、確かに高くなっている。特に野菜は今度は今年の夏の酷暑、この暑さによって随分値段が上がっている、こんな話も聞かせていただきました。確かに、価格が上がっている、矢田補佐官ともこの話をしながら見させていただいた、こういったことです。こうした急激な価格高騰から国民の皆さんの生活を守る、そのために政府もさまざまな対策を講じてきたわけですが、今月さらに思い切った対策を用意して、それを実行していこうと思っています。その前にぜひこうした現場の皆さん、最前線で頑張っている皆さんの見方とかご意見も聞かせていただき、その対策の中にしっかり織り込ませていただくことができないか、そういったことで今日来させていただいた次第です。スーパーマーケットの現場で働いている皆さん、また給食事業に関わっている皆さん、そして消費者代表としてご活躍の皆さん、こうした皆さんから今日はご意見を聞かせていただければと思います。どうぞよろしくお願い申し上げます。以上です。それでは岸田総理からご質問いただけますでしょうか。はい、それじゃあ早速ちょっとお伺いさせていただきます。まず先ほど田臥店長さんには、店内ご案内いただきましてありがとうございました。まず店長さんにはやはり現場で売り場でこうお店を見ておられて、やはりこの物価高騰の中、この消費者の皆さんがどのようなことを感じて、どんなこの消費活動をされているか、消費者マインドというのが物価高騰の中でいろいろ変化しているのではないかなと想像しますが、その消費者マインドについて田臥店長さん、どんなふうに感じておられるか、これをまずお聞かせいただけますでしょうか。
それで合わせて松本さん、志村さんにもお伺いします。お二人はこの売り場で、いろんなことも感じられると思いますが、まさに、ご自身もこの消費者として、それからこのお母さんとして、この物価高騰、いろんなことを感じておられると思いますが、そういった視点からこの物価高、さらにはエネルギー高と物の値段が上がっている、こういったことについて感じることがあればお聞かせいただけますでしょうか。そしてもう一つ、河野さんにお伺いしますが、先ほど言いましたように、政府としてもこの物価高、生活を守るために努力しなければいけない、これまでもさまざまな対策を講じていましたが、もう一段この物価対策ということで対策をこの用意しようと思っているわけですが、この消費者の視点で平蔵から河野さんにもいろんな提言をいただいていますが、そのこの物価対策に何を期待されるか、何かそのこの対策にこんなことを期待したい、こういったものがあればお話を聞かせていただけますでしょうか。とりあえずじゃあ4人の方に、お聞かせ、お話を聞かせてください。よろしくお願いします。それでは田臥さん、お願いいたします。はい、本日はお忙しい中ありがとうございます。先ほどの物価の件ですけども、ここ数年値段の方が、春に値上げ、また秋に値上げと年に数回値上がりすることはここ最近なかったと思います。そういった中で小麦、この値上げから数年前から始まって、あと調味料とかそういった基礎調味料が徐々に上がってきて、ここ最近ではやっぱ生鮮の方にも値段が上がってきているというのが実態でございます。お魚であり、お肉であり、ここ最近では先ほど総理の方にご説明させていただいた野菜ですね、そういったものに非常に生鮮の方まで値段が上がってきているというのが、ここ直近の大きな値上がりの部分となっております。で、我々小売の方でもお客様をご観察する指標の一つで買い上げ点数というのがございますけれども、買い上げ点数というのは通常、うちのお店でいうと10点前後なんですけれども、それが1人当たり10点のところが 9.5 とか9.7 とか、買い上げ点数が、主婦の方っていうのはだいたい1人当たりの客単価っていうのは2600円前後なんですけども、知らず知らずのうちにその自分の買い上げする金額をコントロールしてるっていうのが主婦の心理なんですよね。今日は高いんでやっぱり1点買うのやめとこう、いつもだったらアイスクリーム1個買うんだけどもやめとこう、結果客単価っていうのは本当に 1% 2% 本当に変わらないです。だいたい客単価っていうのはほぼほぼ一緒です。そうなってくると値段が上がってくると点数が落ちると、逆に点数、商品単価が落ちると点数が伸びると、必ず相関関係にあります。そういった中で、主婦の方は節約心理っていうのは非常にここ最近生鮮まで伸びたことによって消費者心理は非常に厳しい状況に下がっているかなと。一方でじゃあ全部が全部そういった消費者マインドが冷え込んでいるのかって、そうではなくてですね、弊社の方でも、飲食の方とかレストランとかマクドナルドとかスターバックスとかさまざまな飲食が入ってますけども、実はその飲食っていうのはこの半年間ぐらい 110% から 120% ぐらい非常に伸びてますっていうのが、お客様の買い方が非常にメリハリが効いてると、それは普段の買い物とか普段の食べ物については非常に節約志向が多くてですね、自分のストレスとかあるいは癒しあるいは趣味、そういったものに関してはきっちりお金を使うと、いざというところに対してはお金を使うけども、普段の食事に関してはしっかり財布の紐を固めるといったところが現状のお客様の一番の心理だと思っております。以上でございます。ありがとうございます。それでは次に松本さん、お願いいたします。はい、私は消費者としてやはりお野菜が高いなと感じていて、今まで彩りのために使ってきたブロッコリーやミニトマトもすごく高いので、それが食卓に出さなくなりました。ミニトマトはたまに安い時に買いますが、ミニトマトをさらに半分に切って子供に食べさせるとか、そういう節約をしています。
従業員目線から見るとお客様の買い物の仕方に変化があるなというのを感じていて、イトーヨーカドーですとシニア7個デーやハッピーデーなど少しでも割引の効く日にお客様がご来店してくださってまとめ買いをしている印象です。で消費者目線で見ると、例えば野菜炒め1つ作ってる時でも、今まで5品目の野菜を使ってたのがもう高くなってそんなにたくさんの品目を入れられないので4種目ないし3種目にしたりなど、食卓に出る品目が減ってるなっていうのは感じます。ありがとうございます。それでは最後に河野さん、よろしくお願いいたします。岸田総理からのご質問の趣旨は、政府の施策に何を期待するか、さまざまいろいろと対策は練ってくださっているというところなんですけれども、というご質問でした。でまず今のその値上げというか物価の高騰に対して正直なところを申し上げたいと思います。やはり厳しいです。それからもう一つ厳しさプラスアルファで、その先行きが不透明というか、いつまで続くのかっていうところ、それから今現在私たちは生活防衛のために、先ほど店長さんおっしゃっていたように節約ですとか買い控えでなんとか生活を守ろうと小さな努力は重ねておりますけれども、それをどこまで頑張れば私たちは安心して日々を暮らせるようになるんだろうって、そこがやっぱり今一番不安に思っているところでございます。でこの間さまざま対策を打っていただいて、ガソリン代は補助を伸ばしていただきましたし、それから電気代ももうしばらくは補助をいただけるということで、そのあたりはちょっと安定してと言いましょうかね、少しほっとしているところです。でも食費ですとか、それから日用品の価格というのはやはり上がっていますし、それからそこで消費者がはたと考えたのは、私は一つはそのマインドの転換をしなければいけない、これは消費者自らがっていうところかなと思って、肝に銘じているところなんですけれども、私たちは安くて、ごめんなさい、いいものを安く手に入れられるっていう時代から、いいものを適正な価格でやはり手に入れる時代に変わってきているんだろうというふうに思ったのです。でなぜかって申し上げますと、企業の皆様が値上げをこう公表されるときに、企業努力ではもう限界だとおっしゃっている。つまり自分たちがやれることはもうやり尽くしたんだけれども、その外的な要因でもうどうしようもないというふうなおっしゃっているということは、それはある程度受け入れた上で考え方を少しずつやはり変えていかなければいけないんだろうというふうに思ったところです。物の値段、サービスの値段の中には原材料費もありますし、それから、それを製造するための、電燃費、そういったものも入っています。そして忘れてはいけないのは、今日ここにいらっしゃるような皆さんが働いていらっしゃるその人件費だと思います。それも物の値段の中に入っていて、消費者がやっぱり安くないとねって言った瞬間に、その賃金に対しても安くていいんじゃないのっていう、そういうなんていうんですか、すり替えになってしまうのは私は怖いなと思っています。やはりお二人にも気持ちよく子育てしながら働いていただくためには、その賃金のところにもちゃんと配慮する、それはある程度分かり合った上で物価といいましょうか、多摩商品の値上げに関しても理解していかなくてはいけないんではないかなと思いました。で、これから先に期待することは2つありまして、1つはぜひ私たちのその何て言うんでしょう、安心のためにもぜひですね、物価高に賃金が追いつくような施策を
打っていただきたいと心から思っています。それからもう一つはやはり今の日本のその物価高の要因というのは海外の諸外国とのその関係性にも起因しているところが多いのではないかと思っておりますので、ぜひそこは政治の力で海外とのそのなんて言うんでしょう、諸外国との関係性をしっかりといい状態に保っていただいて、なんて言うんでしょう、原材料の入手等に困難が生じないように、そのあたりは強くお願いしたいというふうに思っております。少し長くなりましたけれども、私からは以上でございます。はい、ありがとうございました。はい、河野さん、ありがとうございます。それでは総理から次のご質問いただけますでしょうか。はい、ぜひ岩田さんからもご質問いただきたいと思いますが、もう一つだけ、今日は馬渕さんにもお越しいただいています。給食事業者という立場でご参加いただいてますが、一部の地域でこの給食に関しては大変大きな混乱が生じた、こういった報道も承知をしています。子どもたちが元気で育つためにも大切な給食、これをやはりしっかりと安心な形で維持持続させる、これも大変重要な課題であると思いますが、今回、そうした一部は混乱も生じた、給食の事業に関わっている皆さんとして、今課題と感じているもの、こういった点について何か政府として考えてもらいたいと思っておられるようなこと、こういったことについて、少し感じておられることをお聞かせいただけますでしょうか。はい、ありがとうございます。まずはじめに、今回岸田総理、本当にこのような機会を作っていただきまして、心から感謝を申し上げます。ありがとうございます。今お話がありましたように、昨今給食事業者の経営破綻によってお客様であります自治体の給食が滞るという事例が出てきている中で、現在のですね、ちょっと給食についての実態についてお話をさせていただくことと、できればこういったところをご検討いただければというようなことを今日お話をさせていただきたいと思います。給食はですね、主に産業給食、いわゆる社員食堂ですとか、ああいう産業給食と病院の給食、そして学校給食と、主に3つのこれそれぞれ省庁が分かれておりまして、産業給食においては食材が上がったことについて、お客様に対して、売り値を上げていただきたいというようなことで交渉する余地がございます。で、学校給食の方なんですが、日本全国の中で大部分の学校給食はそれぞれの教育委員会様から依頼を受けて調理業務の業務委託ということで、食材のコントロールは給食会社はしておりません。一部本当にまれにあるケースはありますけれども、大部分調理業務の委託で、それを今ほとんどの自治体は一般競争入札という形で大体3年から5年の契約で入札を行っている状況でございます。で、その価格のもう8割は人件費になります。で、この入札方法でいきますと、もう安ければいいですねということで、安い業者が受託をしているんですが、人件費を計算するとどう考えても最低賃金を下回ってしまうような価格で受託をしているケースは多分全国で散見されると思っております。で、一部東京近郊の自治体においては入札で安かろう悪かろうのいうことを学校給食ではそぐわないということで、プロポーザル方式ということで、それぞれの会社が本当にここに任せて大丈夫なのかということを自治体様が見極めていただいて給食会社を設定するというようなことを都内の一部では行っておりますが、大部分の自治体では競争入札という状況でございます。
で、まあ、我々給食業者業界の仲間の意見としましても、まあ、やはり子どもたちに安全で安心な給食を提供するんであれば、業者の選定はできればプロポーザル方式で選んでいただいてた方がよろしいのではないかなということが1点目、それから2つ目としましては、まあ、入札方式というのを否定するつもりは毛頭ございませんが、もし入札方式で、選定する場合であれば、少なくとも最低価格のようなものを設定していただくことによって、まあ、最低賃金以下での価格で落札するという業者は選定されることがなくなるのではないかなというふうに考えておりますので、ぜひそれをご検討いただければというふうに思っています。そして3つ目なんですけれども、私どもの給食業界の、契約年数がだいたい3年から5年のプロポーザルあるいは入札でございます。で、この3年から5年の間に、ここ数年のような著しい物価の上昇あるいは最低賃金の上昇、こういったことが起こってしまった場合に、現在の給食業界の入札方式は、建設業でよくありますようにスライド条項といった著しく期中に価格が変動したときに、見直しの交渉のテーブルに乗っていただけるという状況がないので、ぜひそれを、入れていただくようなことをお願いできればというふうに思っています。それから最後に1点だけよろしいでしょうか。次の、この働く、テーマなのかもしれないんですが、年収の壁の影響が実は私ども給食業界非常に多くてですね、まあ、短時間労働で働いている子育て世代のパートさんという方がかなり、従業員として多いです。で、今回最低賃金を上げていただいて従業員の給料を上げるということは本当にありがたいことで、ではあるんですが、じゃあいざ従業員の短時間パートさんの給料を上げようとすると、本人たちはその103万の壁超えてしまうと、ご主人の会社の扶養手当を削られてしまうですとか、そういう弊害があって結局、労働時間を減らさなければならないと、まあ、103万に合わせなきゃいけないということになってしまうのが今現実として起こっております。で、今本当に日本は人手不足になっていまして、人口減少というところで労働力が減っている中で、働きたいんだけれどもその制度を超えたくないので、働けないんですよという、パートさんが多く出ているというのが今給食業界として現状の課題として、ございます。はい、そういったところでございます。ありがとうございます。馬淵社長どうもありがとうございました。それでは矢田総理補佐官からご質問お願いできますでしょうか。はい、今日ありがとうございます。私もね、子育てしながらずっと働いてきた経験もありまして、特に松本さん、まあ、今ね、お話がありましたけど、年収の壁と言われている、まあ、雇用調整をしながら、賃金が上がったけれども、その分、もう11月、12月になったら、ね、この103万、これ、扶養の家族の範囲内ということになるので、多くの企業がまだ慣習的に扶養手当の対象としている、これが103万ですよね。で、106万、130万というのは、企業の大きさによって違うんですが、106万の壁、130万を超えれば、そこで社会保険料、ご自身でお支払いくださいラインということになっているので、皆さん、そこに一生懸命苦心して、超えないようにって努力を多分していると思うんです。ただ、今はね、政府の方針も含めて、その突破をすれば、メリットもあるんだよということもですね、私なんかは訴えていきたいなと思っていて。まあ、そこででも苦心していることもきっとたくさんあると思いますので、まず松本さんにはその観点からお聞きしたいということが一つ。それから志村さん、4人もお子さん育ててすごいよね。両立するのに本当に大変だと思います。日本政府もですね、まあ、いわゆる育児介護休業法の改正などによっていろいろと柔軟な働き方なんかもですね、制度整備を企業にも法律を変えながらお願いをしているという経緯ありますけれども、まあ、今まで家族やそれから職場の皆さん含めてこういう制度やこういう配慮があって大変助かったなということがあれば教えていただきたいなと思います。はい、ありがとうございます。それでは松本さんよろしくお願いいたします。はい、私は失礼しました、
夫から扶養内で働くように言われていて、それで103万を超えないようにしているのですが、それは130未満にして保険料負担が大きくなると、心理的にもかなりもったいないなという気持ちがあり、103にしています。ですが、そういう103という条件があるため、今時給を上げていただいたんですが、その分働く時間がかなり減ってしまって、売り場の医療の方で働いてるんですが、売り場の方もの負担もかなり大きくなり、私の担当する仕事も仕事を残しておそばの方に託して帰らなければならないっていう勤務状態でございます。はい、で本当はもっと働きたい気持ちがありまして、子どもを、小学校2年生なんですが、学童に放課後行かせれば10時から6時まで働けまして、そうすると150から200万ぐらいは働けるんですね。周りにもそういうママが多いです。そういう人が多いので、時給が上げていただくんだったら、社会保険のその壁も引き上げていただくのがいいなと考えております。はい、以上です。ありがとうございます。それでは続けて志村さん、お願いいたします。私は、いろんな人に助けてもらいながら、両立ができていると思っています。会社では子どもの発熱があった時など急にお休みをいただいたり、対応してもらい理解していただいてます。で、家では主人や時には母にも助けてもらいながら普段育児や家事をこなしているんですけれども、そのためには女性だけじゃなくて誰しもがプライベートと仕事を両立できるように、就業時間内に仕事が終わらせられるように仕事を効率化していけることが大切だなと思っています。なので男性育休なども後押しがあればなっていうことを感じます。で、イトーヨーカドーではリチャレンジ制度っていうのがありまして、育児休暇から復帰した後に、時短勤務だったり、あと残業はなるべく控えるっていうような、大変助かってる制度も、ありながら、助けてもらいながら今両立ができているという状態です。ありがとうございます。あと一言いいですか。はい、先ほどのね、壁の問題ね、壁というから、なんか壁があって、その中にいなくちゃ損やみたいなね感じがずっとこれあると思うんですけども、おっしゃった通り、これだけ最低賃金が上がってて、ちょっと頑張れば150万160万に届くのであれば、そこまで突っ切ってしまえばね、誰かの扶養にあって扶養手当をもらうよりも、社会保険料を払うよりも、ずっと自分の身入りが今度増えてくるんですよね。かつです、自分の保険に入れるんです、自分自身で。まあ、だから年金なんかもね、誰かの旦那さんの扶養のもとの年金、あなた私いくらもらえるのってこう覗くんじゃなくて、自分の年金宅急便が来るんですよ。で、私はいくらいただけるのかということがしっかりと自分のライフプランとして描くことができるようになるっていうようなメリットも実はあるんですね。保険も誰かの扶養だと、なんか血液検査と身長体重だけねがね、自分の保険になれば全部胃カメラの検査から全部自分の検査をしてもらえる、まあ、こういうメリットもあるので、まあ、政府としてもそういうメリットもちゃんと皆さんにご理解いただけるようにね、発信していかなきゃいけないなと改めて思っている時代です。はい、ありがとうございます。矢田総理補佐官、まだお時間ありますがよろしいでしょうか。まだ追加の質問があれば、ぜひせっかくのケースです、機会ですので、いかがでしょうか。はい、いいですか、総理。総理もねお聞きいただかないで。そうですね、消費者団体ということで、先ほどね人件費の点をお話しくださったんですが、私もおっしゃる通りだなと思いました。今日スーパーを改めて見せていただき、本当にスーパーって憩いの場でもあるんですね。みんなが気軽に足を運べる憩いの場でもあって、お年寄りもお子さん連れの方もみんな笑顔でやっぱり訪れる場ですよね。総理も時々スーパー行ってほしいなと、私もまあ毎日のように行ってるんですけどね。だからそんな時にそこで働いてる人たちが笑顔でないといけない。そう思うとやっぱり適切な賃金ってすごく必要だなと思っていて、そうなんです。だから無理やりにね
引き下げて引き下げて企業も努力するけれども、それよりもやっぱり適切に価格転嫁をしていくということを極めて大事、価格転嫁ではなく適切な価格を要求するということだけなので、その中にぜひ皆さんの、ね、働きである労務費というものもしっかり入れていきたいなと思います。そのあたりどうでしょうか。私の発言を受け止めていただいて本当にありがとうございます。物価高だけではなくですね、今例えば物流ですとか建設業ですとか、それから公共交通サービスのところで人手不足がすごく言われています。で、当然労働時間、適切な労働時間の確保も大事なんですけれども、やはりその手当といいましょうか、そこに適切な賃金が支払われているのか、皆さんがちゃんと生活を維持できて満足できるような状況にあるのかどうかといったら、そこはちょっと不安なんですね。でそうすると食料品も日用品もそれから電気代もそうですけれども、やはり日々の移動ですとか、それから物の配達ですとか、そういった生活すべてに関わるその基礎インフラのところでもやはり賃金というのは大きなファクターになってくるのではないか、はい、全てがやはり定流ではつながっている。だから何て言うでしょう、見えにくいその労働に対してもしっかりと光を当てて、それに対して適切な対処をする、それを国民全体がやはりしっかりと学んで知って、でそこに適切な価格を払うってことは結局自分の給料が上がる、自分の、家族の収入が上がることにつながるんだっていう、そういうスパイラルアップのような循環というのをぜひお示しいただけると、はい、私たちももうしばらく頑張れるかなっていうふうに心から思っております。それからすみません、もう一つ年収の壁のことで一言だけ言わせてください。皆さんが頑張った分で、その何て言うでしょう、何かを我慢するために103万円と130万円で抑えているのはもったいないと思います。そこプラスアルファは皆さんの暮らしに彩りというかゆとりが出てくるんですよ。その分で暮らしがもうちょっとこう何て言うんですか、広がっていくっていう、そういう見方でぜひその年収の壁というのを捉えていただければ、今すごく厳しく節約でしてますけれども、そこがちょっと上がるだけで子供と一緒にどこかに遊びに行こう、そういうちょっといい外食行こうねっていうことにつながると思いますので、そういったその先行き その明るい見通しっていうところをぜひ見せていただけるととっても嬉しいなというふうに思いました。よろしくお願いします。ありがとうございます。参加の皆様どうもありがとうございました。意見交換はつきませんが、そろそろ予定のお時間となりました。最後に岸田総理大臣からまとめの一言をお願いしたいと思います。はい、そして皆さん今日は限られた時間ですが、それぞれ皆さん実感のこもったお話を聞かせていただきまして本当ありがとうございました。肉や野菜の値段が上がっている、こうした現場も見させていただきましたが、その中にあって、この電気ガス料金ですとか、この暑い夏ですとか、いろんなこの原因でこうした物価高騰になっている、こうしたことについていろんなお話も聞かせていただきましたし、その中で消費者の皆さんがこの節約志向を高めている、こうしたお話も聞かせていただきました。そして年収の壁についてもそれぞれ思うところを聞かせていただきました。多分馬淵社長さんの あのお話も、あれは契約の関係でその転嫁ができない、要するに結果として、皆さんの年収に食い込んでしまうという話、同じ文脈での話だったんじゃないかなと思って聞かせていただきました。その給食事業におけるこの契約のあり方、これについても考えさせられたところです。
ぜひ今日お伺いしたさまざまな事柄を今月中にまとめるこの経済対策の中で一つでも二つでも具体的にこの皆さんの思いを反映できるような対策盛り込むよう努力をしたいと思っています。そうしたことでこの国民の皆さんが物価高に負けないやはりこの幸せをしっかりと、この維持し守っていかれるこういった社会を作っていきたいと思いますので、今後ともまたいろんな形で、政府に対して、アドバイスをいただければと思いますのでよろしくお願いを申し上げます。今日は貴重な時間ありがとうございました。